皆さんこんにちは、ガラメガネです。今回はザファースト本編 18-1 最終合宿という名前でした。2回目の合宿ということで、どんな名前だったっけっていう風に前回話してましたが、はい、最終合宿でした。課題発表&練習の回ですね。まずは一旦振り返りが入るんでしたかね。これはまた1時間でもいろいろ内容盛りだくさんでしたからね、楽しみです。ではスタートしましょう。はい、ただいま。みんなから刺激をもらって、まあ自分もこう。ソータくんは髪型がちょっと丸ってしたね。可愛い。このメンバーの誰かとデビューするっていう自分が入る前提で考えた時に、僕が今持ってるものだ。間違いなくソータくん髪型でだいぶ印象変わるね。ショートよりはちょっと伸ばした方が私は好き。私はだけど。だり今後絶対身につけられるっていう自信があるものを絶対に世に出したい。また話聞いてなかったよ。デビューするっていう自分が入る前提で考えた時に、僕が今持ってるものだったり今後絶対身につけられるっていう自信があるものを絶対に世に出したいなっていうふうに強く思ってるので、ソータ君の持ってるものは確かにたくさんの人に見てもらえた方がいいよね。間違いなく相変わらずっていう自信があるものを絶対に世に出したいなっていうふうに強く思ってるので、それで世界を取りに行きたいと思います。ただいま。部屋割りね、ソータくん大人。部屋割りね、大人。みんな大人。あ、もう寝かしょ。じっとしてられないのよ。おいおいおい。すごい。そうね、ある意味そういう意味があったね。あ、でも初めは本当の初めね、10人しか合宿に連れていかないっていう予定だったから、初めから本当は2人部屋になる予定だったんだよね。3人にギチギチになっちゃったっていう。全然なんか新しい感じしない。社長が1ヶ月ぶりでもまあ何も変わった感じはしないね。この通りの失礼します。でもすごいよね。失礼します。なかなかコロナ真っ最中みたいなところだった気がするんですけど、誰もコロナならなかったんだね。失礼します。失礼します。失礼します。お願い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 します。はい、何が来るんだ。そういうわけで最後の審査やるわけなんだけど、まあ当然ちゃ当然かもしれないけど、課題曲があり、まあ、その課題曲っていうのがデビューするグループのデビュー前最後の楽曲、プレデビュー曲として、最後のメンバーで歌い直したりもしていきます。っていう驚き。いやでもそれは普通か。普通かプレデビュー曲でっていうのはよくあるのかな。歌い直しという言葉が、はいはい。曲 Be Free Move On ここね、 Shining One という楽曲。ここまで来たらもう BMSG まで行くんだっていうね。その前までは全然分かってなかったと思います。そう、 Be Free と Move On 分かってる人たちもいたのかな。このちょっとした仕掛けが社長めっちゃ好きよね。それで湧いちゃう私たちもね。お待たせしました。タイミングはかけてください。お願いします。お願いします。いや、いろいろ思い出しちゃうね。これまたここで聞くといいね。毎回思うけど、このデモ曲歌う人たち誰なんだろう。ラン君のこの深く取っていく感じのリズムの取り方ね、いいね。たまたま、あれなんかちょうど歌ってる人の顔撮ってない？
この時はもう誰がどこ歌うか決まってたからカメラ抜けるかそういうことなのかな。社長が歌ったのも聞きたくなるな、ほんと、うん、感じ方はそれぞれでいいね。ここはほんと上がるよね。ワンコーラスは全部聞かせてくれ、ワンコーラスじゃないけど1番くらいは全部聞かせてくれてたんだ。テレビバージョンで流れた時はさすがにこんな長い曲は出してくれてない。でもすごく、みんなにコニコだよ。いやもうね、たくさんかいっていう、あーぽいわーって思うよね。 M フロー好きなんだよな私。そうなんですよ、全然いらん情報ですけど、ぽいね。メイドインジャパン感もあるし、原稿感もある、これちょっとみんなに歌ってもらいたいなと思ってます。はい、はい、ちなみにチーム分けだったり歌い分けだったりは部屋分けがあると思うんですけど、同じ部屋だった人が自分と同じパートを歌う人だ。はい、っていう驚き。ソータ君はシュント君と目合わせてるね。アヌト君はリョウキ君のだろうね。うわーっていう驚きだよ。それと一緒にこの時ってまだ5人でデビューっていうことだったじゃないですか。ってことは同じ部屋になった人の片方しか受からないのかなってみんな思いませんでしたか。私は思ったんですけど、チュント君かソータ君のどっちかなんですかっていう。結果発表7人ですが出てくるまでずっとっていうのがふとした時に思ってしまって、すごいこの期間は本当に辛かったな。そんなことある。2人違うチームってことで、同じパート歌う人と同じ部屋になったんですね。そんなわけで、曲名にちなんで、チームシャイニングとチームワン、まあ、じゃあチームシャイニングの方が、翔太、龍平、ジュノン、ソータ、マナミ、強すぎんってなるよね。っていう。いやマジこの時の写真最高だな。何度でもいいよ。でもこっちはこっちで、いや爆発すごいな、すごいね。なんて言ったらいいか分かんないけど、全然違うチームになりそうっていうのはなんとなく思うね。思ってたね。本当に違ったけどさ、いやみんなかっこいいわ。チーム分けは正直意外なメンバーというか今までやったことないメンバーが多かったので、なんか新鮮な感じ。ずっと龍平とかもダンスレッスンとか。なるほど、チーム1とシャイニングに分かれて並んだのね。そう、初めてここでソータ君と龍平君が一緒になったんだね。は別チームだったから、あまりお互いのダンスとかをちゃんと触れ合う時間っていうのはなかったんです。後々知るとこの二人ダンス大好きだったんだねって、ソータ君が大好きなのは知ってたんだけど、龍平君もだったんだっていう。てか龍平、龍ちゃんとジュノン君背高、足長、怖っ。この二人はねダンスに関してがすごい深くまで追求していった二人だったから、一緒になって受け合う影響力はすごかっただろうね。すごい嬉しいなと思った。ない方が素敵、それでそらスパイスにして荒波をドライブ、いっさ空にフライ。一つ目は彼らのプレデビュー曲として才能のきらめきを象徴するような楽曲を作りたかったです。世の中にいろいろある才能がふっときらめく瞬間、自分の中の可能性がふっと広がる瞬間、そういったものを一曲に閉じ込めて表現したのがシャイニングワンです。そしてもう一個、Be Free Move On から続くこのシリーズはやはり課題曲でもあるので、圧倒的に今までよりレベルが高いです。どこの発声を使えばいいのか、どこでミックスボイスと、どこで裏声と、ラップのリズムも今までで一番複雑です。今までで一番スピードがあるし、今までで一番リズミカルだし、ラップが強い曲っていうのはさすがスカイハイ、ラッパーが作るだけはあるっていう。一番難しいラップ、一番難しい歌、そして一番難しいダンス、
これが全て込められたのがシャイニングワンです。こんな高ラップもなんですけど高音が多いよね。本当にそれを歌いこなせる人たちが集まってるのがすごいのよ。歌えるようになれる人たちがねいるのがすごい。高音は確かに特訓すれば出せるようにはなる、限界はあるにしろ。低音はその人の持ったものにしかならないっていうのはなんか聞いたことがあるので。でもすごいプレデビュー曲としてこれを完璧にこなした彼らが世の中にポテンシャルが表明されるのは夢ですね。夢です。あともう一個大事なのはコレオグラフ。いいですか。あ、コレオグラフ、お願いします。じゃあ入ってきてください。シャイニングワンのコレオグラファーはですね、トンポです。ちょっとチラッとしか映ってないけど、ソータくんがめっちゃ驚いてるのは同郷なんですよね。同じスタジオ花さんにいたから。同郷ではないのか。同郷、同じスタジオ出身の先輩後輩で、シャイニングワンのコレオグラファーはですね、トンポです。下に下がっちゃうぐらい驚いてる。お願いします。この曲もすごく好き。これね、というわけでシットキングスのノッポがシャイニングワンのコレオグラファーです。よろしくお願いします。すごい、こんな簡単じゃないだろうけど、ぽいぽいコレオグラファーお願いできるのがすごいよね。本当に社長の人脈よ。すごい楽しみです。なんか映像も見てて、リュウちゃんもダンス好きだからね、ノッポさんのことよく知ってるから余計にわーって喜びが、喜びが聞かせていただいて、もうめちゃくちゃ期待でなんですけど、やっぱりなんかこうまだオーディションの段階なので、ソータくんはどんな感情なんだろうか。気を引き締めて素敵な未来を想像しながらやると思うんですけど、今の自分の現状の実力も把握しとかなきゃいけないっていう部分もあるので、足りない部分はちゃんと明確に自分で知って練習するみたいな、ただ新しいものを取り入れるんじゃなくてみたいなのはなんかすごい注意してほしいかなって、このオーディションの段階で。はい、はい、うん、とはいえもうアマチュアでいられる最後の2ヶ月なので。2ヶ月か。この最終合宿はちょっと特殊だったんですよね。なんかずっとこもってたわけじゃなくて、何回か行ったり来たりしてたんでしたっけね。もうプロとしていられることも今後どんどん増えていくっていうことを自覚して、覚悟して、意識して、初めて言うかもしれないけど、気合い入れていきましょう。はい、はい。じゃあよろしくお願いします。お願いします。いよいよ、いよいよ迫ってきた。お願いします。お願いします。ワンツースリーチャチャフィーリーカカカカカカ来たらワンでそのまま足開きながらパチッ。ごめんなさい。大変よねこれ。5人分の振り付けを2チーム同時に行うんだねえ。あ、でもレイちゃんとジュノン君はそうね、バラバラになったから。来てくれたノッポさんっていうのは僕の昔からの大先輩でありずっと尊敬してる方だったので、この自分の人生の節目っていうか僕の人生の序盤でずっと憧れてきた方に指導してもらって、なんかその僕が挑戦しているところに対して一緒の活動ができているっていうのが今すごい嬉しいです。僕があちゃんと、あ、そうそうそう、のっぽくさんもお話ししてくれるって。あ、小学校からダンスやってるんですけど、そこのダンススクールのソータもいて、あ、習ってて、もうソロダンススクールは結構スパルタと言いますか、なんかそうだね、そうだ、すごい世界大会とか目指してるところだったので、やっぱソータもダンスでは結構輝いてますね。その分は、はい、肘をそう囲むようなで、これで左から左右左なんかそんな感じ。難しい。はい、まあ、いきなり初日からその課題曲を発表していただいて、そっか、来て荷物置いてさーって集まったらこの状態だったので、ね、本当に時間がないっていうのはその通りなんだね。でもいきなりもう振り入れから始まったんですけど、まあ、でも本当すごい、何時間かでこの状態まで持っていってる。あ、やばいなってなったんですけど、
自信がついたからか。ここまでが1回分なのかな、わかんないんですけど、できたのでみんなのおかげで。前と後ろなんか違う踊りがやってるっていう強気な気持ちもできたので、みんなのおかげで成長したなって思いました。やばい、雨降って、ピロワー、ここで一旦ダイヤを歌うやりますよ。早いっすね。ムーブオンの子たちは経験してると思うんですけど、こんなガツガツは踊りながら、このね、踊る、すごい踊るダンスを経験としてはやってるけど、歌うの初めてかもしれない、頑張ります。かっこいいし、振りもめちゃくちゃかっこいいんですけど、難しい。まだダンス一回これを、ビデオ残しとこう。みんなハーハーしてるよ、そりゃそうなるわ。ソタ君初めてめっちゃ真剣に見てるっていう、面白い、めっちゃ驚き、ちょっと驚き、ちょっと驚き、自分の中で他のチームでめちゃめちゃテンションの上がる振り付けで、すごい楽しく、この時はそこまでブルブルしてないね。前回の合宿が終わって東京帰って、自分なりにダンスいっぱい練習して、まあ成長してるとは。こういうのを見ると徐々にダンスが染みついていく中で、ここでヒットを打ちたいなとか、ここでウェーブもっと深く入れたいなとかを、で自分なりにダンスいっぱい練習して、まあ成長してるとは思っている。ここね、ここは後ろでソータ君がインタビュー受けてるところ、プラス感想っていうのは正直怖えって思うんですけど、しかもこれ、あ、そうか、今まで割と順位が1位と2位でソータ君と龍平君がなってたから、分けてたのかな、チームも一緒にならないように。ここに来てようやくついに一緒になってね、楽しみだしたね。お金どんぐらい詰めばいいのって思う、龍ちゃんのそのなんか感覚がオタクに近いのがすごくいい。オタクって言ったらリュウちゃんのファンに怒られるかな。でもすごいファン目線の気持ちになってくるのがすごいいいよね。すげえですね、メロマー、これやばいっすね、超バランスのメロメロで立ち上げる誰今この歌声高音で歌ったの、誰で社長たち違うね、誰だっけ、ジュノン、そうだ、なんかこのスノボ系よくやってる気がする。歌に関してはね、みんなだって本当にさ、ここでさ、どっちか落ちるかもしれないって思うじゃん。でもみんなそんなこと考えずにさ、一緒に練習するとか、美しすぎるよ、青春、あの現状あれだと思うんで、あのそんなに歌入ってないと思うんで、まあ、それは当たり前だと思うから、パフォーマンスする意識も込みの状態でちょっと一応やってもらえると嬉しい。気持ちはステージの上にあの乗っかっててくれたら。いきます。
となくこうパフォーマンスする状態でっていうのに対して、ソータマラとジュノンは少しあの表情で何をこう訴えるかみたいなのがないのはやっぱりちょっとあのこの状況だと厳しくなってくるかなって思います。もう1日目2日目ですよまだ。でもそこで意識を変えることが大事だもんね。本当に大詰めなので、ね、より厳しくできているとも思います。まあ、うん、パフォーマンスとか表現に関してはもう今やれる限りやっとかないと、もう時間ないんでね、本当に我々には残された時間が本当に少ないので、そういった意味では本当にガツガツいってるとも思っております。あのよくプロ意識みたいなワードってあるけど、あの要は覚悟のような気がするんだよね。ステージの前回までの合宿のと違って、社長が本いや今も本気だったけど、なんかもっとすごい本気が見せてきてるっていうのが伝わってきますよね。そうだもやっぱ歌うところになると急に自信なさそうになっちゃったりするし、ね、ラップもどんどん良くなっていってるから、今まで費やしてきたことが間違ってないことの証明だと思うので、それを肯定してあげてほしいなという気がする。社長は肯定してあげてほしい、自分を褒めてあげてほしいというか、自分を肯定することが大事っていうのをちゃんとお話ししていることが多い。今までのことは無理にはなってないよっていうのをね、言ってあげる。自分ではなかなか認められなくてもね、プロの大先輩が言ってくれてるならっていう気持ちで、マラトンのこっちを見ろという気持ちだった。正直なんか、ここ俺いいなって思うのがあんま分かんなくて、今のところでもあの声が自然に出ていたから、今までどうしてもあのラップするとき気になってた要素が、ラップする声を出そうっていうのが苦痛。そうじゃないんですか、ラップする声出そうっていう、ラップの時だけちょっと凄み出そうかなとかなるじゃないですか。あったから声をこう作ってる感がどうしても出ちゃってたんで、ちょっと聞くだけ聞いていいですか。難しいですね、聞いても何も言わないっていう。これはもちろんクリアムブレディブレーキなんて踏まない方がステーキ、それがスラスパイスにして荒波をドライ、いっそさらにフライ。ドライブの言い方全然違ってたね、途中で。それがスラスパイスにして荒波をドライ、いっそさらにフライ。下に見える大都会、大都会のところの音も違う気がするね。なんかちょっとずつ変えたのか、それともまだソータくんが音を思い切れてないから。楽しい。でもラップってだいぶなんだろう、音決まってないもんね。全然いい。ちゃんみなとかとよくあのすごい嘆いてたんだけど、なんでその歌えないからラップって人が多すぎてあのしんどいみたいな話してたんだけど、ソータは絶対その感じ聞こえないからすごい。スカイハイさんがすでに歌えるしラップできるしっていう人だもんね。ソロの人でラップも歌もっていうのをずっとどの曲でもやってる人はそんなにいないかな。歌も良くなってるからなおさら説得力出てきたし、現段階だとその歌心みたいなのは後々のラップのスキルの伸びに絶対影響してくるから、あのここまで歌ってもらうパートも少なくなかったと思うんだ、まあ、少ないけどちょこちょこあったと思うんだけど、あのいい方向に行って、シャイニングワンではしっかりあったもんね。出るのすげえいいね、すげえいい、すげえいい。周りの14人の目つきも全然違って、そうそう、これね、この頃に放送されていたね。これね、知ってる知ってる。俺でもゆうへいくんはねその場にいたからめちゃめちゃ知ってる知ってるっていう楽しみ方あるけど、なんだろうこの喜び方。この後みんなでみんなの前でやったのかな。こんなことできたんだよこいつって言って。好きだ。相変わらず飛び上がった青いシャツのソータくんですね。喜び方が。クリエイティブ審査みんなやります。何クリエイティブ審査って、何だろう。みんなして何だろう何だろうって言って、いやみんな知ってるよ。みんな真剣だね、なんかこうあったね楽しかったねとかじゃないんだ、みんなすごい真剣に言ってる。そうです、それは一緒に作業を作るんですよって言ったのが仲間でやって、こういう息抜きも大事だね。予告編に流れてたお疲れ様です。お疲れ様です。
疲れ様です。調子はどうですか？頑張ってます。頑張ってます。これすごかったな。クリエイティブ審査の放送とか見てたしね、うん、今クリエイティブ審査やったらどうなるんだろうとかって思うよね、うん、あ、そっか、クリエイティブ審査はもう合宿編始まってたから、合宿と合宿の合間からザ・ファーストのペアが始まった。やろうと思います。クリエイティブ審査ネオやる、やるのネオ。これは何だったっけ、本心は本当にやる予定なかったんだよね。で、社長とディレクターさんなんていうのかしらと話し合ってやりましょうってなった。彼らの音楽性、ね、彼らの人間性、そういったものを音楽を通して、もう一回見せてもらいます。今は絶対違うものができるよっていう。人と人としての彼らの距離も縮まって、音楽との距離も縮まって、今だったらああいう風にやんのになとか、こういう曲歌いたいのにな、あいつもいるしとか思うと思うんですよね、それを存分にやってもらおうと。彼らの成長の証明、それがクリエイティブ審査ネオですね。これがあったからこそのグループできたもんね、本当に。いや、もっとみんな活動してほしいよね、中のちっちゃいグループとしてさ。社長もいい企画審査をやってくれますし、内容ね、決めてくれた。最終審査はクリエイティブ審査ネオを、社員1番のフォーマンスの2つで行おうと思ってます、はい、クリエイティブ審査ネオ、何が違うかというと、今回こちらから用意するものは何一つなくですね、同時に制約もない、もう誰と組んでもいいですし、何をしてもいいです、うん、1個だけ要求があるとしたら、なんかあえてみたいなのはそんなに必要ないかなと思っていたな。これは大事、あえてを必要ない、自分が思う一番の強みが出せそうなアプローチをちょっとしてほしい。やりたいことをやって、このあえてやらなくていいっていうのをやってくれたおかげで、みんな本当に好きなことがやれるようにやろうと思えただろうなと思いますね。こういう時ね、弱いところを実はやれるんですみたいなのを見せたことがあるかもしれない。例えば俺の曲であった場合、 LINE をそのまま使ったりすることも、全く問題ないです。と、何やりたいか、ダンスなのかラップ、歌なんだけどあえてバラードなのか、どういうのが一番自分が世の中に対してうおいかっけえって思ってもらえるかを客観視しつつ、自分がやりたいという主観を根っこに持って、どんな曲でどういうパフォーマンスするか、誰とやるかっていうのを、ちょっと話し合ってほしいかなと思います。これ一番難しいやり方だよね。何でもいいよが一番困るじゃない。それを何か質問があったら、切った方がいい、すごいよね。難しいのは全然やってないけど、何が質問か分かんないよね。クリエイティブ審査をもう一度やらせていただけるということで、僕は結構誰とでも、そうたくん以外にもね、いるけども、誰と組んでも多分なんとかなりそうな感じだよね。みんなと本当に一人一人やりたいことがすごいいい意味で違くあって、なんかそれをこっちにも向けてくれた人と、なんか面白いことできたらなっていうのもあるし、何が出てくるか本当に分からなかったですね、当時聞いてた時も。何が起こるんだろうっていうね、ダンスだけっていうのもありなのかと思いながら聞いていたな、うん。さあ、次に話し合いの場が、一人ずつと曲作りたいし、1年くらい欲しいな。どれくらいやってたんだろうやっぱりここまで来たら、マジで何人かに言ったけど、一人ずつと曲作りたいし、1年マノト君がお話してくれてるね。ここまで来たら全員一人ずつと曲作ってやりたいって言ってるね。1年ぐらい欲しいって言って、マジで何人かに言ったけど、一人ずつと曲作りたいし、1年ぐらい欲しいなとか思ったし、1年ぐらい欲しいやっぱり、そうだな、なんか、まあ、今回全部だもんね、まあ、トラックメイクもメロディもダンスだったりとか、自分でたちで作るってなった時に、もともとやっぱ自分が聴いてた音楽とか好きなフィーリングとかを生かした曲の方が、多分それがなんかもともとの自分の多分武器でもあるし、そういうのを生かしたいと思うし、なんかみんなの意見聞いて、僕はそれもやって、この段階でも一旦自分たちの話をみんなしたん、こんなことがしたいなっていうことなのかな。
いや、ここの流れも気になるよね。みたいなとすっごいたくさん思ったんですけど、まあ、ここに立ったんだ。翔太君とは、そう、うん、やりたいなとは、まあ、ちょっと考えてます。いや、これは本当に、あの、マナト君ありがとうですよ。ボーイズからしたらさ、なんかすごいところが固まるやんって思いますやん。ソータ君連れてっちゃうのっていう。いや、これで決定じゃないけどさ、この時は。希望の話だからね。そう、だとしても、すごいとこ行ったなとは思ったよ。なんだこの空気ってなるよね。マナトクはでもすごいよ。これを先陣を切って言ったのかな。ほら、嬉しい、嬉しい。ここもそれでいいんじゃない。レオ君もここでそう言ってくれることがすごい。これは本当さ、社長もなかなか酷なことを言ったよね。自分たちで何かやるのを、まあ、決めるのはいいとしてもさ、グループまで決めろっていうのはすごい大変じゃん。気持ちが、いや、ここはすごかったね、本当に。バランス見てもさ、なんか全部面白そう。全部決まった上で4チームができた。多分食べられないと思うんだよ、どこも。全然違うチームでやったと思う。全然違う。そう、だし多分うまくいってません、うん、レイちゃんがちゃんと言ってくれた。全然うまくいってる。出来上がったグループ見て、あー、すごいなっていうね。この組み合わせいいわっていうグループばっかりになったもんな。幸せだもん。出来上がった。幸せだもん。新感覚でマリどこかみんな乗れるよな。さあ、そうだ。この3人でも完璧だよ。新感覚でマリどこかみんな乗れるよな。さあ、そうだ。それだ。それだ。お前いいこと言うな。そんなヤバい曲を作ろうと思ってます。もうこの3人で昔からさ、なんかやってましたみたいな感じするぐらいの。前のこの1ヶ月の合宿の時にもこうやって3人で好きな曲がさーって言って集まってたんだろうね。これはあれかな、社長との面談じゃないけど、少しこういうのやりたいみたいな、考えてますっていう話をちょっとしてたのかな。このシーンどこにも使われてない気がするね。まあ、でもさすがに何もなしてっていうのは怖いよね。これはできますとかね、トラックまでやれって言うと楽曲作るのできないチームを。いや、集まり方だよ、本当にさ。いいね、もう気の置けない仲良し。おそそそ、ハスハスハス。何の挨拶ですか。歌詞はさ、ソーマナがさ、本当にさ、ここだけ見るとさ、カップルなんだよ、ただの。名刺中でなんか浮かんできたら言えばいいですね。でも俺的にはやっぱ、昨日そう、ヨロとアライフの中間間ぐらいのなんかノリとそのいいとこ取りみたいな感じだよね。なんかさ、ソータ君とバナとかほぼずほぼじゃない、ずっと一緒で、翔太君とはあれ最初の本当に最初のチーム B の時かは翔太君とソータ君が一緒だったね。割と新鮮な組み合わせ。待ちわびたディスタイム。コースターを着飾らないフローは3人共通していること。これどのタイミングもう出来上がってるじゃん。翔太くんが強いよね、曲作っていく上ではさ。自分でね、ソロ活動してたし、曲作ってるし、ほんと強いよ。ノリとそのすごいのいいとこ取りみたいな感じだよね。なんかサーベージ、Friday night 待ちわびた this time。 ジャズなんかローなコースターを着飾らないフローは3人共通していることは、やっぱり刺激を受けたのか、こうアメリカの独特のノリとかだったりとか、今はまだこう日本にあんまりメジャーになってない、浸透してないこうムーブだったりノリとか。今だからこそだけど、そのショーマイナーサーベッジで出てる曲とかを聞くと、あんまり日本では少ない曲の感じは確かにするよね。いや、どの曲もいいんだよな、ほんと。ほんとに。クリエイティブネゴをやってくれた方々、決めてくれた方々、そしてチームになってくれたこの3人、ありがとうですよ、ほんとに。とか、自分たちの R&B とかヒップホップとか好きな要素を、ほんとに、ほんとに一切妥協なく詰め込んだ楽曲になっています。で、ダンスが強すぎる。ちゃんと強いから。当然だとあれだから当然選ぶかだと多分厳しいんだよ。飛んでる車飛んでる当然でいいっすよ。当然選ぶコンテンツ当然早すぎてね。
歓喜を出すにはどの拍でどこまで動いてどっからスピード落としてとかね、選ぶ角なくして当然で跳ね返る、当然選ぶコンティニュー、当然選ぶコンティニュー、そりゃそうだよねって思いますよね。順調すぎるぐらい順調ね。ムーブオンって言ってるね。マナトくん。踊りは一番まで行ってる。どんな感じできた？今サビに苦戦中でございます。そっかそっか。サビどんぐらいかかりました作るの？サビ、いや、多分1時間でワンコーラスいったから、サビでどんぐらいで、15分ぐらいかな、10分くらいかな。でもすごいね、みんな話をしながら、でもみんなちょっと焦るよね。今回のクリエイティブネオは中間発表はなかったんじゃなかったっけね、確かね。みんな何が出てくるかわからないままやってる。歌詞が1個もう浮かばなくて苦戦してる。あーそれ出ないな、やばい、出そうで出ない。これね、偶然じゃないんだよ。でもこれはこれなんかこの3人が今やってることが偶然じゃないっていうのはめっちゃ言いたいんだよ。そう、3人がいてそれをみんなが見てるっていうのは、そうこの、この瞬間なの。これは偶然、いや偶然じゃない。結構今回マインド中心の歌詞なんで、うん、3人の共通するこの心の部分を書いた歌詞だったんで、というオンリーワンの、そう、個性がこの集まった瞬間が偶然じゃないみたいな、みたいから、集まったとかなんか集うとかそんな感じのやつ、そしたら重なるとかも、ついこの時だけですごい長いことやって話してる、これなんていける、うん、重なるじゃないやって、重なる、うん、重なる、うん、重なる今とかの重なる今偶然じゃない、あ、今ありだね、うん、重なる、マナト君が言って重なるタイム、重なる今とかの重なる今偶然じゃない、あ、今ありだね、うん、重なる瞬間って書いて今って読めばいいんじゃね。うわ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 、いやすごいねこれ、本当に3人での合作じゃないですか、この瞬間の。いや、いいんじゃないですか。待って待って、来た。バーディー、バーディー、音に溺れる、ダンス開けるまで、 I fall in love with Navy のメロディー、 We are only one players、 重なる今偶然じゃない、イエーイ。すごいね。そしてこの全然動かないマルタ君もほんと最高だ。なんだこの喜びっぷりのさ、差が面白いよね。偶然じゃない、イエーイ。これでいいやろ、1回もないっていうかの状態でやっと完成できたのがすごい、なんか思い出もあるし、やっとパズルが全部ハマった感がすごいあって、このオーディションをきっかけに知り合ったのが偶然じゃないっていう、本当にそういう意味もつながって、このポーズよくやってる、ちょうど本当 に、ね、サビっていう歌詞っていうか、本当にうまくいったなって思って、本当になんかここまで満足いくかっていうぐらい、結構自分の中で使いたい歌詞も伝えたいこともいい感じに収まることができて、すごい今、うん、ほっとしてます。すごい、まさにこれは自分たち用に撮ったやつなのかな。あと常に楽しそうなのかな。終わりました。わあ、今回も濃密な、濃密でしたね。ついに始まりましたよ、合宿、最終合宿が。この後どうなるのっていうさ、そうたくん、さよしの私としてはですね、あの3人での曲の良さがもうひしひしと伝わってきていて、楽しみでしょうがなかったですね。シャイニングワンよりクリエイティブネオの方がたくさん時間使われてるなっていう、不思議な、でも大事なところですもんね。皆さんお疲れ様でした。ついについにですね、そう、さっきも言ったけど、最終合宿が始まって、審査が2つに増えて、どうなっていくのかというね、うん、どっちも楽しみでしたね、あの頃も。ああ、なんか懐かしい、本当に。もう3年前だなんて、3年は言い過ぎか。でも2年半ぐらい前ですもんね。さあ、次はどうなっていくのか。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。